どうも、おしまいすおきです。映画やドラマの話をしているチャンネルでございます。え室井真二踊る大捜査線のですね、復活シリーズという形ですけれども、室井真治、二部作ですね、破れざる者、生き続ける者という、二部作に関してですね、僕は、破れざる者の方は2回映画館に足を運びまして、そして、生き続ける者の方は1回映画館に足を運びまして、パンフレットも買いまして、合計7、8千円ぐらいのですね、出費をしているので、まあ何を言ってもいいだろうと、いう形でね、忌憚なく意見を述べさせてもらっているんですけれども、それに対する反 反応とかですえ、ね、その後の、いろんな YouTube とかで出ているレビュー動画の流れとかが、僕的にはちょっと意外なところが、結構ありましたので、それについてこう補足という感じでね、どんどん動画を追加で出していきたいと考えているんですけれども、それの第2弾でございます。まだ見てない方はですね、59分ある長い方の動画を中心にですね、僕の意見を踏まえてからこの動画を見ていただきたいと思うんですけれども、主にね、意外だなと思うポイントっていうのは2つありましてですね、1つは、まあ、僕は今までの踊る大捜査線も もう全部見てますしなんなら繰り返し見てますし今回の作品も、えー、かなり問題点はですねいろいろあるという上でもちろん良かった部分挑戦してる部分もあるよねっていう話もした上ででもこの部分はさすがにヤバくないですかとか、えー、全体構造的にヤバい部分多すぎないですかっていう感じで指摘を、えー、しているんですけれども最近の若いもんは文句文句ばっかりだ批判ばっかりだ、えー、みたいなことを書いてくるコメント多分インターネットあんま使い慣れてないんじゃないかなっていう、えー、まさに僕らが僕が批判している対応 大将の踊る大い卒作戦の脚本家の君塚良一さんとかのなんか君塚さんが書いてんのかなみたいなコメントインターネットを使っている若いものは怖いんじゃみたいな、えー、コメントがですね えー、1万再生に1件ぐらいかな ?1 万5千再生に1件ぐらい来るんですよ。えー、なので、普段のね、映画レビューの動画の視聴者層じゃない人が明らかに流れ込んできてるなっていう印象が、えー、ありまして、僕はね、59分ある動画とか、その補足の動画とかで、いろいろ含めてですね、いろいろ問題を切り分けて、えー、説明しているつもりなんですけれども、えー、59分国評っていうサムネがついてたら、えー、若者は怖いという反応になってしまって、えー、一つの論点に反応することもなく、えー、最近の若いもんは、文句文句ばかりでけしからんっていう、 あの、いや、僕、ほとんどの映画とかドラマに関して、9割方、絶賛しかしてない、動画しか出してないですけどね、っていう、文句ばっかりだっていうのは、ど、どういう認識なんですかあなたが見た動画の中で文句が多かったってことなのかでも、だとするならですね、一つでもいいから論点に対して反論をしてほしいんですけれども、なんか雰囲気で反論してるんでしょうね。まさに、この、室井新二とか、踊る大捜査船の、最近の作品に出てくる若者みたいですね。最近の作品に出てくる田舎者みたいですね。えーっていう 感じで登場人物が出てきちゃったのかなとか君塚さんが書いてるのかなみたいなね、えー、そういうこう驚きがあるのでまあ、詳しく細かい論点に関して、えー、細かく補足のような感じでこの動画で、えー、追加していこうかなという、えー、感じですでもう一個の反応としてはなんかねそんなに驚く詳しくない人も 意外と便乗してレビューをしてるのかなっていう印象が、まあヒット作だからしょうがないっていうのと、僕がトータルで全体像が目に入りやすいっていう、こういうヒット作品で、しかも、ハズレと酷評されまくる作品っていうのは結構僕の体験上初めてだったっていうのもあるのかもしれないんですけれども、 うん、まあ、あと逆張りの、えー、褒めレビューみたいなのも若干最近始まってるなっていう、えー、感じもあるんですよね。なので、えー、公開、えー、以降の、えー、反応も世の中全国公開、一般公開されてからの僕の反応、えー、さらに改めてやっぱりここがやばいよねっていう話もしたいなと思います。で、まあ、一つはですね、ヒューガーマナミ、小泉京子さんが演じているヒューガーマナミの、えー、洗脳っていうのが、まあ、そんなに引っ張るほどの え、スーパーパワーじゃないよねっていうか、説得力のある描写って別になかったし、キョンキョンだから僕らがすごいっていうふうに思ってるだけで、あの人が説得力のあることとか、独自のこととか、あ、そういう理屈は怖いな、みたいなね。え、まあ、何でもそれに例えて申し訳ないですけれども、え、レクター博士とか、え、ダークナイトのヒースレジャー版ジョーカーとかの、そういう魔力っていうのは、申し訳ないけど、小泉京子さんの持ってたヒューガマナミっていうキャラクターにはそこまで含まれてないので、え、賞味期限を長く見積もりすぎかなっていうのはあるんですよね。で、接触してない んだけれども間接的に人を洗脳できるみたいなことがあるのかなっていうことがやっぱり描き方として明らかに不十分ですよね、えー、で、その娘があのヒューガアンっていうですね福本莉子さんが演じている娘がまあ、影響を受けてるっつうんだけどもその描き方もまあ、洗脳の解け方も含めてやっぱりねゼロ100の要素が多すぎるんですよね、えー、白か黒かみたいないやそこはプロットだから ここから洗脳が溶けて、室井さんに心を開くようになったっていう、白になった。黒から白になった部分っていうのは、これはあくまで大枠のプロットでしかないから、そこをなだらかにする作業っていうのが、脚本の打ち合わせとかで必要な部分だと思うんですけれども、なんかものすごく短時間で書き上げたっていう風に豪語されてるみたいなので、その部分の手続きというか努力っていうのは、する必要がないって判断してる作り手なのかなっていうのは、作品にも現れちゃってるよねと。で、全てが白か黒かっていう風にに、0か100、パキンパキンってなる感じっていうのが、やっぱり ヒューガーマナミの洗脳っていうものをさいやいやオウムの時代をリアルタイムで知ってる人たちなのになんでそこがそんなに雑なのっていう風に、えー、思ってしまうんですけどなんか当時ニュースとか見てなかったんですかねっていうね当時、えー、出版いっぱいされていたと思うんですけどルポとか読んでなかったんですかねっていうね、えー、感じなんですけれども、えー、全部が全部そうで二部あかりさんが演じてるですね、えー、お,お子さんのですね大きい方のお子さんの斉藤潤くんが演じている、えー、高校生のお兄ちゃんの方の、えー、まあ、恋人みたいな感じのまあ、いい感じの女の子がいましたけどあの子も かりさんですねいい子から急に悪い子になるっていう、あの、白から黒にパキーンってひっくり返るっていうね。えー、で、猟友会のね、ガンニバルチームみたいなおじいちゃんたちもですね、えー、黒から白に、室井さんが、えー、なんか、えー、なんか一緒に、え、村にいるだけで、いい人になるっていうところとかね。えー、あと、ヤンキーたちも、室井さんが、お菓子棚に戻そうって言っただけで、その瞬間はめちゃくちゃ暴力振ってるのに、後から改心する。で、あれは室井さんの死によって改心したように見えるから、僕はすごく良くないと思うんですけれども、えー、全部ですね、こう、黒から白に パキンパキンパキンってひっくり返るんですよね。えー、で、これがね、ヒューガマナミが洗脳してるみたいですよね。で、ヒューガマナミの洗脳が溶けたみたいな感じですよね。っていう風に、福本莉子さんが演じているアンさんの洗脳の溶け方にそっくりな、えー、黒から白にひっくり返るっていうことをですね、猟友会の人とヤンキーたちがやるので、めちゃくちゃ怖いんですよね。えー、で、これは、ま、犯人、今回のま、犯人の人もそうだし、あと、ま、前作の破れざる者の方の遺族。 ですねあ。少年の、えー、少年の、えー、加害者。少年の事件の加害者ですね。佐々木望さん、えー、を、まあ、殺めた人だと思うんですけれども、えー、とかも、まあ、一瞬で改心しますよね。えー、室井さんと一緒にいるときはそうでもなかった気がするんだけれども、えー、室井さんのスーパーバーワバーは若干時差があるのかなっていう、えー、感じなんですけど、まあ、いずれにしろですね、ヒューガーマナミの洗脳が溶けたときみたいな、えー、黒から白にパキンってひっくり返るっていう。 形ですよね。いや、これが怖いんですよ。いや、そこをなだらかにする作業をサボらないでいただきたいと。で、これはともすると、 うんヒューガマナミにいろんな人たちが洗脳されていて、室井さんとヒューガマナミってあんま関係なかったと思うんですけど、えー、ヒューガマナミが室井さんを潰そうとしてですね、間接的にいろんな人をですね、えー、間接、間接、間接、洗脳の洗脳みたいな感じで洗脳した結果ですね、犬を使って室井さんを殺したみたいな風に見え、見えてくるんですよね。えー、とかですね、あの女の子を使って、えロ、ー、室井さんが里親として養っている子を、えー、嫌な気持ちにさせて、室井さんに間接的に迷惑をかけようとしてるみたいな、なんかそのぐらいの、 白黒のひっくり返り返方こんなスイッチされる人間って、そんなに大量に出てきちゃ困りますけどねっていう感じで、すべてをですね、例えばヒューガ、マナミがすべて黒に染めていたものをですね、室井さんが突然得た超人的なパワーによって全部ひっくり返してるみたいな、戦の戦争みたいな風に見るとですね、こうして見ると非常に 溶けてくるというところがありますね。非常に構図としてわかりやすい。えー、ヒューガーマナミが、えー、陰謀論ですよ。これはもう、メタ、メタというかですね、えー、意地悪な考察ですけれども、室井さんをヒューガーマナミが何らかの形で逆恨みしていたと。 ね。えー、で、これは、本当は、青島を恨まなきゃいけないと思うんですけれども、青島のことは、なんか、男前だからとかいうふうに、えー、まあ、解釈するか、もしくは、青島は、今、えー、現場にいないから、まあ、攻めにくいから、まずは、室井さんを殺そうみたいなことをですね、ヒューガー・マナミが考えてですね、えー、間接的にもう、えー、超能力を使いまくってですね、室井さんの周りにいる人をどん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 洗脳してって、えー、室井さんに間接的に迷惑をかけようとしたんだけれども、室井さんが超能力を発揮してしまって、えー、それを全部黒から白にひっくり返したみたいな、 構図にしか見えないんですよね。 で、これは何でかっていうと、えー、そういうご都合主義の大枠のプロットっていうのはまあ、あったとしましょう。あったとしましょう。ただ、その間を納得させる作業っていうのを全部サボった結果、えー、そういうですね、超能力大戦争みたいな風に見えてしまってるっていう、えー、構造ですね。なので、でも、超能力大戦争みたいな映画を馬鹿にしているわけじゃなくて、超能力大戦争には超能力大戦争映画の、えー、超能力を納得させるくだりとか、超能力を面白く見せるくだりっていうのがあるんですけれども、それがないんですね。えー、だから、面白くない超能力大戦争映画になっちゃって、 っていうところがめちゃくちゃ気持ち悪いっていうのは、えー、これはですねどんな人のですねまあ褒めレビューとか逆張り褒めレビュー逆張りじゃないつもりなのかもしれないんですけどもなんかこう YouTube 全体とか、えー、SNS 全体のバランスを見て、えー、具体的な論点を上げずにですね、えー、褒めレビューに振ってる人とかもまあ正直見かけたりはするんで、えー、それをいくらですね重ねたとしてもこのスカスカの構造っていうのは変わらないですよ、うん、でこの構造を思いつくこと自体は悪じゃないんだけれども間をなだらかにするセメント で、埋めるるる作業っっっっってててていいいいいううううのを完全にに怠っている、えー、結果ですすね、えー、こういうこととなっちゃだ思まトータルでやっぱり死の扱いが不快で、えー、室井さんがですね、死んだ結果ですね、い、え、ろ、ー、んなことがひっくり返っているように見える。これ何か見覚えありますよねっていうことで言うと、えー、枠ノートですね、えー、踊る大捜査線のザ・ムービーのファイナルのあたりで、えー、乱用されていた伊藤敦さんが演じる枠さん、イカリア長介さんが演じていた指導員の甥いっ子という人物がね、 イカリオチョウスケさん亡くなってしまったからしょうがないですけども出てきまして、えー、枠ノートというですね、あんなものをですね、えー、実際に書いていたら教ざめだという文言をですね、枠さんの格言みたいなものを書いたノートというのを持ってて、それがですね、聖書みたいに扱われてるっていうのが非常に、えー、気持ち悪くてですね、えー、室井さんがこのまま死んだ感じで行くんだとするなら、えー、これは同じような扱いになるだろうなというですね、人の死をですね、何か、えうやむやにするための装置として悪用しているとしか思えないわけですね。うん。で、やっぱりね、 青島がいないということの不自然さがキモすぎるんですよね。えー、室井さんはレインボーブリッジの時も現場の判断で動いてくれって言っただけですからね。で、ヒューガー・マナミとはほぼ接触もないですからね。なので、ザ・ムービーとザ・ムービー2の伏線回収するみたいな感じで言ってるんだけど、いや、室井じゃないじゃん、それって。いうのが、やっぱ違和感がありまして。えー、青島。うん、青島は今後も、うん、出てくるんだろうけれども、今回青島が出てこなかった理由っていうのが、うん、作品内においても作品外においても、ビタチ納得できないっていう、えー え、のがすべてなのかなと思いますね。これは、ん、どう頑張っても、その違和感は埋められないですよ。絶対に。で、えー、青島が最後に来るところがありましたね。えー、で、ネタバレこれありだと思います。もうネタバレさすがに OK で、この動画を見てる人がほとんどだと思いますので言いますけれども、青島が最後来ますけれども、あそこで、あそこでの描写が淡白すぎて、えー、室井さんは、 さすがに生きてるっていう説がまあ結構出てきてますね。えー、お葬式も模服とか家とか、えー、そういうものが具体的に描写がなぜかされてないと。で、その部分の予算がないわけがない。えー、お葬式のセットを作る予算がないわけがないので、えー、そこはですね、僕はぶっちゃけ今後どっちとも取れるように作ってるというだけの話なのかなというふうに思いました。今後の流れ、えー、柳葉敏郎さん、えー、小田裕二さんとの交渉を踏まえてですね、えー、今後のことは何にも決まってなくて、今後どっちとも 取れるようにですね、室井さんの死体を映さなかった。室井さんが死ぬシーンを映さなかったっていう、それだけの話かなと思いました。えー、だから、青島がですね、えー、来たら来たで、まあ、敬礼するとか、お辞儀するとか、何か室井さんの家に対してやるべきところをですね、えー、なんすかみたいなこと言って、えー、電話だけ取って帰っていくっていうのをですね、えー、室井さんが死んでないということを青島は知ってると。で、室井さんが病院にいると、えー、とかを、えー、知って、あ、なんだ、家にいないですかみたいな。 あ、病院なんすかみたいな。とか、えー、かけいとしおさん、心情が、もう、室井さんはこっちに来てるぞみたいな感じで、えー、秋田県警の方に行くとか、なんか、死んでるとは思ってない行動でしかないと思いますので、えー、もしかしたらこれ50%ぐらいの確率で、えー、柳葉としさんがこれからも出るよって言ったらそっちになるんじゃないかな、とかね、えー、思いました。うん。まあ、ちょっとですね、意地悪な冗談を結構言ってしまいましたけれども、いや、本当にですね、これはですね、えー、プロットのまんま提出されたですね、骸骨のような、えー、脚本なので、えー、どうしてもですね、超能力の部分、 を面白くする気がないえ超能力大戦争に見えてしまうよっていうことにえほとんどの人は納得いただけるんじゃないでしょうかというですねえこれはかなりえシンプルにしてえ割と本質的な言語化をしているんじゃないかとえ我ながら思いますんですけれどもえ皆さんはいかがでしょうかという感じでえ思いついたよりいい言い方とかいい表を見つけたという場合にはこういう風に補足の動画をえ撮りますので引き続きえチャンネル登録よろしくお願いしますえで59分ある方の長い動画の方をとにかく聞いていただきたいと思いますえでですねまあもう一回目 見に行くのはさすがにね結構しんどいんですけれども、えー、でもですね12月27、えー、日のオールナイト、えー、日付で言うと28日の早朝になりますけれどもそこで2024年の映画について大放談するという、えー、イベントをいつも一緒に動画を撮っているジャガーモンド斎藤さんという方と一緒にやりますのでなんかその日のね僕夕方とか直前にもう一回生き続けるものを見に行ってつまり、えー、破れざるもの二回生き続けるもの二回っていうですね合計四回見ることに、えー、なりますけどもう一回見に行ってそこでの、えー、最後の感想をそのイベントに なので、えー、有料イベントですけれども述べようかなと思っておりますので、えー、ぜひですね、渋谷来られる方は、えー、概要欄のリンクから見てみてください、えー。チケットまだ発売中でございます。そして、えー、オンラインで配信でもですね、有料チケットで見ることができますので、えー、興味ある方は、えー、概要欄のリンクを見てみてください。以上、大島康幸でした。ありがとうございました。